みなさんこんにちはホワイライフスタイルズのみちタワーです今回は無料で使えるおすすめ学習サイトその2リスニング編をご紹介しますリスニングに関しては 昔と違ってインターネットが今は使えるので本当に便利になりましたし日本に限らず世界中のいろいろな教材または、えー、こうツールを使えるようになりましたその中で、えー、まあいろいろ本当に教材もいっぱいあるんですけれども初心者さん初級者さんのために、えー、便利な学習サイトを一つご紹介したいと思いますここでは えー、esllove.com という、えー、サイトをご紹介したいと思うんですけれどもアメリカ人の先生が、えー、運営しているリスニングサイトですリスニング以外にも使い方はいろいろあるのでそれも含めてご紹介していきたいと思います ではサイトに、えー、アクセスしてみるとこれ、えー、esl-love.com というサイトなんですけれどもここに、えー、いろいろとアクセスできるリスニングのこうダイアログが載っています、はい、このサイトを見てみると easy、えー ミディアム、ディフィコトということで、レベル分けでダイアログをこう全部紹介してくれています。ね、例えば、えー、例えば、フォンメッセージというページを例に挙げてこう使い方を見てみましょう。これはあの先生たちがクラスのアクティビティとして使えるように、えー、設定もされているので、例えば、プリリスニングエクササイズということで、これ、 テーマはフォンメッセージでそのリスニングのダイアログを聞く前にアクティビティとしてここに、えー、クラスでできるようなことが書いてあります。で、Make a list of all the reasons why a person may not be able to take a call というような形で例えば電話がかかってきても えー、その相手が電話に出られない理由っていうのがあるかもしれませんよねで、それはどんな理由があるかっていうことを挙げてみましょうとかねそういうことで、えー、プレリ,リスニングのエクササイズが書いてありますで実際にじゃあリスニングのエクササイズはどんなものかっていうとちょっとだけ流してみるので、えー、一緒に聞いてみてくださいね Hello He -he hello. Uh, yeah. Is uh, your dad home? Just a minute, please. Hello. Uh, uh yeah. Uh, hello. Yeah. Um, is uh, Nick home, please? Oh, he can't come to the phone right now. Okay. Well. Um. Yeah. I need to talk to your dad. Um. Yeah. Could you um, take a message? Yeah. はい、こんな感じで。 電話をかけてきたのは大人の人で、で、電話を取ったのが、えー、そのうちの子供たちっていうようなシナリオで、これ実はすごく可愛い、あの、ダイアログだったりするんですけれども、面白い。ちょっとジョークが入ってるようなダイアログで、で、これは、えー、このテーマでは56秒だから、えー、1分弱のリスニングを聞いて、で、 そのリスニングを聞いた後でその内容を把握できてるかどうかっていうことでするあの、えっ、ー、と、ここに、えー、こう選択してえ選びましょうっていうような形でエクササイズがあるんですね。で、これを例えば私は今単にランダムにこうやって選んでますけど、 じゃあ、こうやって自分で答えを選びました。じゃあ、これが合ってるかどうか見てみましょうということで、ファイナルスコアをクリックすると、ポン、20%で、えー、合ってるものは、例えばこれだと、1のニックっていうのは正しいんだけれども、それ以外は私は間違ってるわけですよね。そしたら、どれが正しいかということで、ここで、コレク n アンサー s 正しい答えということですぐ、 えー、クイズの答えも出してくれますそしてこの、えー、リスニングはクイズのスクリプトというのはセリフのことですねそれも、えー、アクセスすることができます例えばここにクイズのスクリプトがあるので押してみるとこんな感じでちゃんとセリフが全部出てきてくれるのでえーとこのダイアログを見ながら例えばまたリスニングを聞いて Hello <noise> Hello,、uh, yeah, is、uh, your dad home? Just a minute, please. こんな感じで、全部この会話を聞くこともできます。そして、えー、前のページに戻りますが、その後に、Vocabulary Activities ということで、いろんな、まあ、そのテーマによってね、えっ、ー、と、ダイアログによって、 このアクティビティーズもいろいろあったりとかするんですけど例えばミックスアップセンテンスセンテンスのところ行くとこんな感じで例えば、えー、センテンスがこうバラバラになってこう書いてあるわけですねでこれを一つずつ例えばクールを持ってってクールユーとかってこうやりながら、えー、チェックするとまた答えが出てきて、えー、それを確認することもできます あとは、センテンスとボキャブラリーのマッチング。ここに空欄にあるものをここから選びましょうみたいなね、感じで、What is your name? とかってこうやって持ってってやるわけですよね。あとは、テキストコンプレーションクエズっていうのは、リスニングを聞きながらの穴埋めです。まあ、あの、ネイティブの普通のスピード、まあ、これ ESL の教材なんで、えー、多少、 少しゆっくり話してくれてはいますがそれを聞きながらここに何が入るかっていうことを聞き取りをする、えー、空欄を埋める練習もここにエクササイズとして載ってますあとはこの、えー、エクササイズが全部終わったらリスニングが終わったら、えー、ポストリスニングエクササイズってポストっていうのはあとのっていう意味なのでプ,リプレっていうね PRE のプレ の反対語ねポストになっているので、えー、リスニングのエクササイズ終わった後にこの、えー、アクティビティをすることもできます例えば Practice this conversation with a partner このダイアログを、えー、パートナーと一緒に練習してみましょうみたいな感じですねあとは最後に、えー、オンラインインベス e s t i g a t っていうのは、えー、このトピックに At times, people may need a voicemail service to keep track of their incoming messages. In addition, some teachers even use such services, including Google Voice, to communicate with students and even perform speaking tests. Thus, search online and compare. At least two companies that provide voice mail service services and compare pricing and features. こんな感じでちょっと長いですけど。ここでは何を言っているかというと、えー、今では。現在、えー。ボイスメールっていうのは留守番電話サービスですね。留守番電話サービスをみんな、えー、使ってるかもしれません。先生たちが。 スピーキングのテストを行うために Google Voice などの、えー、サービスを使ってるかもしれません。ということでインターネットを使ってどんなボイスメールのサービスがあるのかそして、えー、それを見つけたら、えー、料金または features というのは、えー、どんな機能なのかっていうことを、えー、調べてみましょうということで書いてあります。 とということで、えー、一つのダイアログで、えー、こんな感じでプリリスニングエクササイズから実際のリスニングの練習、そしてボキャブラリーのアクティビティ、えー、リスニングの後のポストリスニングエクササイズと、あとオンラインイスペース。 ということでオンラインでリサーチをしてみましょうというところまでの、えー、いろいろなアク,ピアクティビティが含まれています。で、えー、元のページに戻りますが、えー、ここには本当にたくさんの多分これ全部やったらすごいリスニング力がつくと思うんですけど私。あのえーまあ、基本この先生はアメリカに住んでいるのでこのアメリカでの生活 暮らしの中でのことだったり、学校生活のことであったり、えー、そういった題材がここに書いてあるんですが、えー、こういった、えー、ジェネラルに一般的にこう Easy, Medium, Difficult っていうことでレベル分けをしてい、えー、くれてるものと、あと Basic Listening Quizzes という、えー、とショートリスニングのアクティビティ、えー、for beginners ですね。 ビギナーとインターミディエイト、だからちょ初、初級者さん、中級者さん向けのものがここにあるのと、あとは、アカデミックパーパスというのは、えー、トフルとかトーイックの、えー、対策向けにということで、ここで分けて、わざわざ分けてくれている、こ題材がいくつかあるのと、あと、ボキャブラリーレッスン、20 minutes ESL ボキャブラリーレッスンということで、えー ボキャブラリーにちょっと、えー、フォーカスしたものもここに載っています。あとは、えっ、ー、とラング、Language Learning and Life Tips ということで、えー、これは暮らしの中のこういろいろ、えー、ヒントになるものっていうことで、ここで、えー、いろいろ載せてくれてるんですが、例えば、Free email account とかっていうのをちょっと見てみましょうか。 えーっと、まあ、世の中には無料で、えー、作れる E メールのアドレスっていうのがあるんだよ、みたいなことで、こう、いろいろ書いてくれてるわけですよね。とか、あとは、あっと、えまあ、これアメリカの、えー、題材なので、students credit cards ということで、これえ、大学に留学をする人たちが、例えば、 えー、学生のうちに作れるクレジットカードみたいな感じでアメリカ人が学生のうちに、えー、作れるクレジットカードのこう説明が書いてあったりとか暮らしの中でのいろいろなヒントであったり、えー、アドバイスであったりとかっていうこともここに触れられていますはいえー、っと私のですねおすすめ の、えー、ものもは、えー、と英会話っていうことだけで、えー、とお話をすると、えー、生徒さんが大抵あ難しいとかうんなんかなかなか覚えられないとかっていうことのうちの一つに物の位置の説明例えばこの携帯は机の上にあってノートの横にあり、えー、と例えばそうだな、えー、テキストの目の前にありますとかね あと、えー、机の下にありますとか上にありますとか、えー、何々の間にありますっていう位置関係の説明の、えー、表現だったりとかあともう一つは地図の説明。地図の説明は自分で説明するのも,のもそうですし誰かに、えー どこでこへ行くのはどうしたらいいですかみたいな感じで道の,あの説明を求めた時に相手が言ってることに対してそれが理解できるかっていうとなかなか慣れてないと難しいんですねっていうのはもう決まった表現があるのでその決まった表現を知らないともうアウトだったりするわけですよねなので、えー、ダイレクションっていうんですけどダイレクションはここに、えー、いくつか ここに、uh, directions around town 1、direction around town 2、directions around town 3ということで、いくつかに分かれて、こういった感じで、例えば、across from, behind, between, in front of, near, next to, opposite とかっていう単語表現を知ってるかっていうことと、それをどうやって使うかっていうことを知らないと、 こう道の説明って難しいんですよね。なので、えー、それも3ついろんな形でちょっとレベルがこうそうね複雑になってくるのかなそう大抵あの英会話のテキストだと一つの道があってその、えー、道にこうあるものの説明がまず第1回目で。 次にこんな感じでブロックでこう道があって道があってっていうか街があってそれをどこどこまで行ってそこのグレイストリートに着いたらここ右,を、ま、右に曲がるとかそして例えば「ホスピトル」は「ステイリアム」の目の前にありますよとか「ハイスクール」の「 隣にありますよとか、バスターミナルとハイスコールの間にありますよとかっていうようなことを説明するようなエクササイズがあるわけですよね。3つ目はどんな感じかなっていうと、うん、もうちょっと複雑になってんのかな。こうリスニング聞いてそれ通りに、えー、歩いていくとさてじゃあ今説明したものは何番でしょうみたいな感じで。 エクササイズが確かあったと思いますこんな感じで、えー、道の説明もすごくあのいい練習になりますしあとはもう本当に例えばお家の中での、えー、クッキングだったりレストランでの会話だったりホテルのチェックインだったりあとは映画館にてとかね、えー、トピック題材はまあ本当にあのいろいろ英会話のテキスト 教本に出てくるようなトピックがいっぱいある中でこの、えー、サイトはリスニングに特化していろいろと教えてくれています例えばこれはカーレントなので、えー、車の車をレンタルする時の会話みたいな感じでこれもダイアログがあるかなダイアログがあるものとないものがあるんですけどこれもちゃんと、えー レンタカー会社のエージェントとそしてカスタマーお客さんとの会話みたいな感じでね。ということで、えー、本当に数限りなく、えー、リスニングの教材もあるんですけどこれは無料で使えてなおかつこのここにあるねこの写真がその先生だと思うんですけどすごくあの きちんとあのレベル分けをし,して、えー、なおかついろんなクイズとかエクササイズも載せてくれてとかっていうあのオーガナイズされたとってもあのきちんと整っている、えー、充実したサイトのうちの,あの一つなので是非皆さんこれを使ってみてください。 これからも皆さんの英語学習に役立つ情報をお届けしたいと思いますよろしかったらチャンネル登録してくださいよろしくお願いします